い、こたつからお送りさせていただいてます。お願いしてもらって買ったよ。わあ嬉しい、ありがとうございます。お久しぶりのありがとうございます。ポニーテールリボンキュール、これが好きなんでしょ。ケンさんありがとうございます。お話し会初めて、え嬉しい、書いてくれくださってたよね、ギリギリで。嬉しいです、ありがとうございます。楽しみですね。ハーモニクスさんありがとうございます。こんばんは。スカイさん、あらあったかい暖房を引いた、ありがとうございます。こたつにみかんね、最高だよ。ありがとうございます。毎日ポニキル聞いてる、あー嬉しいよ、ありがとうございます。私の曲というわけではないんですけれども、やっぱりこう嬉しいですね。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。リコとどこでしょう。じらすじらす、リコから聞きました。今日の配信で言ってたのかな、ゆうかちゃんとあれから遊びに行けたのって言われて、マウント取ってきたって聞いた。そう、行きましたよ、誘ってくれて。部屋は乾燥してない、乾燥してないと信じる。ランスさんありがとうございます。こんばんは、こんばんは。映像を脳内再生してる、嬉しい、ありがとうございます。水族館ではイルカ、ラッコ、ペンギン、かわいい、アザラシ、かわいい、カクレクマノミもかわいいね。ファイザーさんありがとうございます。チンアナゴもかわいいよね。かわいいよね。ふわふわではないかな、特に。まあ、なんかなんだ、ニットって感じ。ふみさんありがとうございます。ととまるさんありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。今日ペンギンみたい、まさかの、まさかのペンギンみたいですかね。そう、昨日がね、私さ、昨日さ夜ツイートしようと思ったのよ、写真付きで。たらさ、まあ、文面的にはね、本当に余韻がすごすぎてね、いい夢見れそうですっていう文面で私投稿しようと思ってたの。だからもうなんか気づいたら寝てて、いい夢見てた。から投稿できなくってさ、ごめんなさいね。ガンボーさんありがとうございます。本当は投稿するつもりだったのよ。カズさんありがとうございます。そう、なんか気づいたら12時過ぎててさ、てかなんなら1時とかだって、ええー、と思って、もうびっくりしちゃった。最後の記憶からのさ、なんか数時間経ってたの。そう、いい夢見ちゃってた。皆さんにもさ、いい夢見れそうですって言いたかったのに。言いたかったのに。メッチさんありがとうございます。ゲンさんありがとうございます。そうそう、なのでお伝えしたかった。もうね、テレビにこうやってめっちゃ近くで見てました。ルッチーさんありがとうございます。そう、ツイートしてたと思ってた、できてなくて。けどさ、その文面はさ、もうね、昨日しか使えないから、ちょっとまた文章変えてからその写真は投稿しますね、今度。しきぴーさんありがとうございます。ロッチーさんありがとうございます。朝止めても止まらないアラームの夢を見ました。わあそれ大変だ、止めたいのにみたいなね。24時間遅れ、そりゃちょっと何の要因だってならない。ゲンさんありがとうございます。なっちゃんありがとうございます。ね、そう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 、あとツイートという場所をねポチッとするだけだったんだけど、それをする前に寝てましたというね。
何かの顔でいける？一日経っても余韻、ま、余韻は余韻よ、それはね、嘘ではないんだけど、嘘ではないけどさ、すごい余韻だねって思われそう。ふみさんありがとうございます。しかもさ、このこと言ったからさ、なんか皆さん、今日今見に来てくださってる皆さんからしたらさ、本当は昨日のだったんだなって思うでしょ。だからしないしないよ。そうそう、こんばんは、こんばんは、大な先輩方です。ですよ、本当に本当に本当にめっちゃかっこよかったですね。すごい本当に一瞬で、もうなんだ、なんかそのめあの先輩方一人一人を見たいんですけれども、もう目が追いつかないというか、そんな感じでした。ルチさん、くまちゃんありがとうございます。くまーありがとうございます。くまくま、そうニヤニヤしちゃっていいけどね、やだよ恥ずかしいやだよ、赤さちゃん下間に合った、よかった、ありがとうございます。あれだね、イコのイジョイのキラキラ衣装ですね。ケンケンパーさんありがとうございます。そしてランスさんありがとうございます。スズちゃんありがとうございます。皆さんありがとうございます。クマかわいいクマありがとうございます。そう、目が足りない現象、そうなの。あ、特別公演の時もね、そうだよね、画面に映る瞬間でもさ、ニヤジョイでもね、もう目がいっぱいいるよ、本当にたくさん。ルチさんありがとうございます。スズちゃんありがとうございます。セイちゃんさんセイちゃんありがとうございます。セイちゃんさん呼びをやめようと思う、頑張る。そう、なんかね、ずっと流してたって感じかな、あのテレビずっと流して見てたかな。そうそう、ゆうかちゃんしか見てないけどね。あ、そこで圧を使うべきだったのか、悔しい。私以外に見てたんですかもう遅い。しげちさんかわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ねっちさんありがとうございます。このね、ケーキの名前をね、私この間お母さんから教えてもらったのよ、忘れちゃったなるほどって LINE 返信したのに忘れちゃった。そう、今ねメンバーみんな配信してますよね、思いました思いました生ポニキュラみたいって嬉しい。そう、瀬戸利がさ、もう分かっているからこそもう緊張しちゃうよ、常に緊張。これ K ってことはねっちくんってこと？ねっちくんありがとうございます。くまちゃん、あ、ブッシュドノレノノエルブッシュドノエルエルだねこんばんは、こんばんは。すごい皆さんスラスラ出てくるのがすごい。ケーキの名前なんて、私モンブランとショートケーキとなんかなんちゃらタルトぐらいしかわかんない、多分ザハドルでわかるわ。乾杯ありがとうございます。パパさん乾杯ありがとうございますカタカタ中なんか、そう、私ねカタカナね本当にね苦手なのさ。あゆみは配信してるよ、配信してるよ、私も配信してるよ。で、あゆみも配信してるけど私も配信してるからねっていうくらいまた聞きたい、嬉しい、ありがとうございます。配信渋滞してるって、いくつの端末で見ていらっしゃるんですか。もうもちろんゆうぐちゃん見るよ、だよねだよね、嬉しい、ありがとうございます。福岡行ってトリデンの担々麺食べる、あの今の読み方的に私ハテナついてたよね、私聞いたことないかもけど、担々麺はすごい美味しそう。そう、ルチさん、ルチくん、ルチさんありがとうございます。ファイザーさん I love you ありがとうございます。
ミカちゃん一択でした、一択でした、やった、ゆゆゆゆゆゆゆってなんでそんな戸惑う必要があるんですか。なんですか、え、パソコンってそんなたくさん見れるの、え、そうなの。私さ、そのこの間メンバーと話してたんだけど、そのファンの方なんか、なん、いくつの端末を使ってメンバーの配信を見てるんだろうねって会話になってたの。パソコンって何窓かできるの、すごいね、ハイテクじゃん。くん、オッケー、くんでいきます。知ってるじゃん、ゆかしかみたい、知ってるよ。知ってるやん、パソコンなら、すごい、パソコンけどさ、音がさ、あれじゃない、もうなんかあの口からはさ、あいみもあいみもって聞こえてさ、口からは言うかも言うかもみたいなことでしょ。すごいよね、さっきももかも配信してたよね、手島さんって来るよ、どん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 いっぱいさ来るよ。ね、すごい、語句は聞き取れる、すごい、すごいね、聖徳太子、あ、すごい、あ、痛い痛い痛い、めっちゃ手。めっちゃ手、すごい、語句聞き取れるのはあれだね、前世聖徳太子の息子ぐらいじゃない。すごいじゃん。一択でやった、嬉しい、ありがとうございます。このマネは得意じゃないよ。そう、有価配信にいてね。有価配信にいてね、やった嬉しい、本人じゃないんかいって、本人だよ、え、ん、あ、あ、そうね、そうそうそう、聖徳太子本人じゃない、だからだって聖徳太子もっと多いでしょ、だからそのまあ半分くらいで、あの息子ぐらいかなという、はい、思いまして。ランスさんありがとうございます、せいちゃんありがとうございます、結婚してありがとうございます、そう嬉しいよ、ほほほほ、他の配信なんて見てないしってですよね。今日はいや、いつもと一緒ですよ、1番使いました、リリミューの1番です。1番はさ、ポーチに入れてたらさ、こうなんだろう、駅がさちょっと横向きになるじゃん、で見たらさ、あれ減ってた。当たり前のこと言ってるけど、あの減ってた、私ね、リップさ、なんだろう、中が減ってるかどうかが確認できるぐらいに多分使ったことないのってぐらいに、なんかあんまりこうなんだろう、漏れてるわけじゃない、普通にあのたくさん使って、あ、語弊があるね、たくさん使って お気に入りすぎて、あの減ってた、あ、ごめんなさいね、漏れてない、すっごい漏れないよこれ、もう本当に素晴らしいの、素晴らしいの、そう、物理的に、そうそうそう、減ってたのよ、そう、めっちゃ可愛いよね、素晴らしいの、気化してない、もう物的にはもう素晴らしいですよ、そう、愛用しすぎて減ってました、あのなんだ、あの空間があったもん、横向きにした時、私は1番と2番と3番が愛用してます。私ね、最近ね、もうブルベのメイクしかしてないの、ここ2週間くらい、あ、嘘、1週間ぐらい、私ブルベかな。ゆうかべ、ゆうかべ、いや、その通り、本当にゆうかべなの、てか最近あのグリーンベースというもの疑惑が出てきてますね、私めっちゃオレンジは似合うわけじゃないんだけどね、だって今日とかもうピンクのアイシャドウだよ、あんま見えないけど、今日は検討中。特に考えてなかったけど、ナースさんありがとうございます、ロチくんありがとうございます、くんありがとうございます、P
ピンク系似合う？本当に嬉しい。 MV とかはなんかアイシャドウいつもどっち系使ってるってあの聞いてくださるのね、メイクさんが。の時はあの最近私も自分自身もよく分かってないから、なんかピンクのようなオレンジのような色を使ってますっていう、すっごい何とも言えないことを言ってる。なんかめっちゃピンクってわけでもないし、めっちゃオレンジってわけでもないので、私がね、そうすごい曖昧に答えちゃってる。ねっちくんありがとうございます、ありがとうございます。くんかわいいって、くん毛ついてたらくんってわかるけど、そうじゃないとちょっとわかんないかも。すずちゃんありがとうございます。そう気分によるし、そう最近オレンジも漏れるかどうかわかんなくなって。けどね、私超孤独ライオンの生写真あるじゃないですか、あれがねすっごいなんかあの時のメイクすごく好きで、あの時のメイクは何色かっていうとオレンジなんですよ。だから本当にわかんない、自分でも分かってないのよ。困る。そうあの時のあの生写真のすごいなんか唐突にダジャレ来た、こういいねいいねいいね。そうあの時のねメイクすごく好きで、この間ねあの生写真見た時に何この時のメイク漏れてんじゃんと思って、自分で写真撮って今度自分のメイクの参考にしようと思って。なんかねこの辺にねオレンジが入ってたんだよね、自分でも分かんないからさ、ちょっとメイクさんにしていただいたものなので、その時の記憶を探りながら思い出しながらメイクしようと思います。コーヒーあらあらありゃありゃありゃ、うつりめっちゃ好きだったっていつもだけど嬉しい、ありがとうございます、嬉しいよ。じゃあ寝るって、早いね、健康的すぎる、いいね、おやすみ、いい夢見てね。メイクさんねすごい大変そうだけど楽しそうだなって思う。うん、なんかなんだろう、メイクさんはさ、そのまあ撮影とかに出演はしないけどさ、一番近くで見れるじゃないですか、でメイクしてみたいな、すごい楽しそう。けどメイクさんになるにもすごい資格とかいっぱい必要じゃないですか。私のね友達とか結構そっち系に行ってる子も多いの、だからもうすごい大変そう、なんかいろんな資格を取ってってね、すごいよね。寝るゆかちゃんの顔見たらほーっとして眠くなっちゃったーって、眠れーのあれが出てた。眠れー、嬉しいね、専門の子大変そうだよね、そうなのさ、うんうんね、か振り幅必要じゃんメイクって、そのねねシチュエーションによって、それがすごいなと思います。メイクさん尊敬です。私あんなね素敵なメイクできない、特に下地がすごい、下地というかファンデ肌がすごい、たくさん工程をね踏んでしてくださるので崩れないね、そう簡単には。タッタさんはじめまして、よろしくお願いします。村山由佳です、お願いしますね。雪やんだけど寒いって、雪降ってるんだ、寒いね、寒いよ、寒すぎるけどね。雪私ね冬で一番なんか、冬は好きなんだけど、私は個人的にね冬は好きなんだけど、冬の中でちょっと唯一ちょっとやだなーって思うのが、雪が降らない寒さだけど一番寒い時、あれちょっとさ雪降ったら楽しいから気分的に、
いいんだけど、雪降らないのに一番寒い時ない？あれちょっと、いや耐えられない。こんばんは、微生物さん、はじめまして、よろしくお願いします。名前にインパクトあるね、いい名前だ。福岡はね、そうだから、それこそ福岡とかが降るは降るのよ、けどなんか、なんだろう、なんか本当にファ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 ぐらい、もうファ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 ぐらい。だから寒い、めっちゃ寒い、程よく寒くなっちゃってくれてるのよ。東京今年寒いらしいよ。やだよ、私もう家にこもろうかな、引きこもる、寒すぎて。私今日カエル持ち歩いたもん、いつ何時寒くなってもいいようにカエルを持ちました。結局使わなかったけどね。インパクト大ですね、ですね、ですね。なんかカエルは手用というか、貼らないカエル1個と足用カエルを持っていきました。ギュンの中でパパパパパパってね。そう、今日は使わなくて行けました。あったかいところ通っていろいろいたのでね。耳当て、いいね、耳当て最高だよね。私ね、新しいダウンをね、ゲットしまして、そのダウンがさ、すごい首までこうチャックが閉まるの、ここすっごいこうなんだ、温まるの。だからマフラーとかネックウォーマーとかしなくてもあったかいジャンパーに出会えて超嬉しいっていう話。今日手袋いいね、手袋あったかいよね、最高だよね。足用ってつま先、そう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 、つま先用です。そう、かわいいダウンをゲットしました。京都はね、あれだよね、なんだっけ、盆地、なんだ、谷、谷ではないか、なってるんだもんね。なんか空気が なんか流れていかないからずっと寒いでしょって聞いたことがあります。ゲット、ナイス、ナイスですね。そうなの、あ、盆地、あ、合ってた合ってた合ってた、よかった。そう、マフラー、マフラー私よくするよ、マフラーあったかいもん。最近ね、ネックウォーマーよりマフラー派になった。そうね、お疲れ様です、お疲れ様です。盆地らしいよ、京都寒いね、寒いらしい、友達が言っておりましたぜ。7人も配信してんだ、半分じゃん、すごっ。誰だろう、誰だろう、アイミアするって見たのよね、でモモカも見た、レノンもさっきはしてた、ジュリーも見たような、あら、誰言った、モモカ言った、アリスも知ってたよね。あ、合ってる？あ、私？あ、8年になったよ。なんかどっか被ってる。絶対どっか被ってるし、外れてる可能性もある。そう、ネクオーマーね、楽なんだよね。そう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 。ダンスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。もう素手する。あー、する。寒いもん。寒い。手袋をつけて、さらにこんな感じ。ですね。雪降ってるんだ。雪まだ今年見てないな、私。かわいい名前、ありがとう、嬉しいよ。なんかさ、メンバーのさ中でもさ、たまにさ、こう話題になることがあるんだけど、なんかガチ恋のファンの方っていらっしゃるみたいな話になるの。私はさ、なかなかさ、なんだろう、なんか皆さんからしてさ、妹とか子供、孫みたいな感じで思っていただけることが多くて。そう、例の鍋つかみ、そうだよ、そうだよ、あったかいもん、けど最近ちょっとね、使ってないんだよね、物を落としそうで。そう、
萌香の切り抜き、ああそう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 、私はガチ恋がいないんですってね、ガチ恋の方がいらっしゃらないんですっていうのを萌香の切り抜きあったよね。チャッキーさんはじめまして、よろしくお願いします。村山優香です、お願いします。こんばんは。孫ではあるない、どっちだ。孫ではないでしょ、年齢的に。ないくない、なくない、ガチ孫になっていいですか、逆にいいんですか、そのお年ですけど私孫でいいんですか。嬉しいけど、皆さんさ、なんかそう、なんだろう、そうやってさ私をなんかそういう存在として思ってくれてるのが嬉しいです。私はなんかガチ祖父祖父じゃあお年玉おねだりしちゃおうかなとか言ってね、妹になってくださいって、年上の方か、嬉しい、妹に ならせてください、ぜひお姉ちゃんになってください、妹違う違う違う、お兄ちゃんになってください、どっちだろう、そしたら投げるよありがとうございます。ファイザーさんありがとうございます。から揚げさんありがとうございます。シキュピーさんありがとうございます。お年玉なんてさ、おねだりするもんじゃないよね。3個上だから、あ、私の方が上、あら、お姉さんになっちゃって嬉しいよ、嬉しいよ。私さ妹弟いないからさ、なんか年下の子見るともう本当にはーってなる、かわいいってなる。そうおねだりするかな、ピエンの弟希望でーって、弟になってください、私のランドセル買ってあげるって。私そこまでもう年齢がもうさ、ランドセル背負ったらコスプレになっちゃうよ。私さこの間ね、あの家族とリュックを見に行ったの、あので、あのリュックを見に行った時に、福岡の人って「払う」って言っちゃうの、背負うことを。けどさ、その東京だったからさ、そんなにもさ、なんだ、その福岡がゴリゴリに出すわけにもいかないじゃん。だから私、お父さんは背負うって言うんだけど、私とお母さんが払うってどうしても言いたくて仕方がない人だったの。だからあの、なんだろう、店員さんにこう、あの背負ってみますかみたいな言われた時に、言っていただいた時に、あの払ってみたいってか言いそうで、もう本当にあの私とお母さん2人で今言ったみたいな、言いそうになったやろみたいな会話をしてた。難しいね、こう今まで私は払うで18年間生きてきたので、ちょっとね、あの東京でリュックを見るのはあの大変でした。もう言いそうで、もう払うってなん、背負うっていうのに慣れなさすぎて。1個上なんですね。私のお兄ちゃんと同い年だ。私1個は上に兄がいるので。一個の伊集院さん、こんばんは。よろしくお願いします。あら、修行無常さん。あら、お年玉ですって。ありがとうございます。なんか散策しちゃったみたいで。ありがとうございます。こまありがとうございます。じゃあ、そのこまちゃんで、抹茶のプリンを買おうと思います。またこの手しちゃってる。もうやだ、方言はねそう治らないんだよね、なかなかね。そうそうそう、カラウは知らなかった。そうカラウって言っちゃうんですよね。そうマッシュドプリン、そうカラウと直してはね、直しては私もしかしたらメンバーに言っちゃってるかもしれない、直しとってほしいとか、困らせてたらごめん。アイザーさんありがとうございます、ありがとうございます。こんばんは。今日は何時まで、どうしよっかな、どうしよっかな、あと15分くらいにしよっかな。
つとは言わないけど聞いたことはありますね。ラースさんありがとうございます。そう、片付けることもね直すだし、修理することも直すなの。はっ、あ、大丈夫大丈夫大丈夫そうですね。時計見てる顔、上向いてるのありがとうございます。花江さんありがとうございます。すごい、よく見たらひよこじゃないんだこのアバター、ひよこかと思ってた。なんかすごいね、かわいい、なんか何とも言えない顔が愛くるしいね。大阪と一緒、あ、そうなんだ。あ、直す系がかな多分。そうそうそう、あめっちゃ手、ごめんなさい今日ね、カメラの位置こっちにしてみたの。いや私いつもさコメント左手で触ってるみたいな、ちょっとめっちゃ手でごめんなさい花高さんありがとうございます。ハートありがとうございます。机片付けること、机つる、すごい初めて聞いた。机つる、そう、あー年末は、いやそうは言わないね、年末は大掃除って言ってる。おしめにしてもいいんですか？いいんですか？はい、いいんですか？いいんですか？私はもういつでも、もう、うん、いいですよ。嬉しい。とっとと言いますよ。誰だってやっちゃってください。誰だ？って、見ちゃって。愉快でした。愉快だね。本当に愉快だね。愉快すぎる。こんばんは、こんばんは。知らない人だったらびっくりするよね。どうする、変顔とかしてたらびっくりするでしょ。手相も何も分かんないぐらい近かったよ。ありがとうございます。そのノリノリ、ノリノリだね。ナンスさんありがとうございます。入った瞬間愉快すぎて愉快に行ってます。愉快にさせていただいております。これで年越せます。よかった。フォローしてなかったら年越せなかったじゃん。よかったよかった。ゆかちゃん好きなんです。嬉しい。ゆかも好きでーすね、何かいいことでも、うん、特に特にないです。初見です。あら、はじめまして、ゆうさんありがとうございます。村山ゆうかです。嬉しい。なんかちょっと愉快な配信をしててどんな子だって思われちゃいそうだけど、こんな子です説明になってない。そう、運命線ってどこだ、どこ、けどあんま手相って見せるとあれあれやばい、読めたがいい、 手になってるこの手の部分、下の部分なんだろう、下は生命線なんだっけ。手相ってすごいよね、すごいよね。楽しそうで何よりはい、楽しいです。こんばんは、こんばんは。そう、毎日配信してるので毎日愉快すぎるわけではないけど、私占いはねそんなにだよ。占いはめっちゃ信じるわけではないかも。なんかいいことだけ聞いてって感じ。そんななんかあの自分に都合の良くないようなことは聞き流すことが多いですね。そう、占いは信じないけど幽霊は信じる。絶対いるよね。あーけど待って、夜にそんな話をしたらさ、霊は感じ取ってこっちに来るかもしれない。そうね、一番いい占いの捉え方でしょ。そう、出ちゃうよ出ちゃうだよ、そうだよそうだよ、やめたやめたね、そうだよね占い、私ねちゃんとした占いしたことないの。
そう、なんかテレビとかでもありますよね、本当かなってなんか疑いながら信じながらって感じ。そう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 、すごい、令和の令和だって、すごい天才ですか、すごいんですけど、すごいすごいね、うわーすごい、だってもうねーのしか挟んでないのに、すごい令和の令和はあ確かにね、悪かったらやだなって思っちゃうよね、確かに確かに私ダジャレも好きなんですよ。そうそうそう、タンスがダンスいいねなんか想像するとさ、あれだね、面白いね。ゆかちゃん何々になったらいいこといっぱい言ってくれそう。私が占い師ってこと？なんだろう、何になったらいいんだ私は。そう、明るくて元気出ましてよかった、嬉しい、ありがとうございます、元気をお届けできて私も幸せです。これからもぜひね、ダジャレ冴えてる、本当に冴えてるよ。お仕事からお疲れ様です。そう、結んでるの、結んでるのが一瞬あれに見えた、ゆうかって見えた、結ぶ字一緒だから感じがねダジャレ言ったら場合によってはとか言ってねちょっと難易度上げてんの私ダジャレ好きですよ、あのコメントでもふむふむと思いながら見るもん。占い師になったら、占い師ねできるかな、いやなんか一時期タロット占いなんだ合ってるとか、なんか YouTube でそういうのを見てた時期はあった。なんかあの好きな置物を選んで、好きな置物とかなんか石とか気になるものを選んでみたいな、あなたの半年間の運勢はみたいな、今週起きるいいことみたいな、なんか YouTube であって見てた時期もあったけど、なんかそれもなんかあの都合のいいものだけ受け止めてみたいなっていうのをがあの言ってくださってたので、まあ、そういうことですよね。こんばんは、こんばんは。そう、タラタラないすごいよね。ね、本当に、おひつじ、あ、おひつじ座なんですけど、床占い的に明日のおひつじ座は、明日のおひつじ座はですね、そうそうそう、何か、なんだ私こういう頭の回転別に早いわけじゃないからちょっとピンとこなかったごめんなさい何かで止まってんの何かきっととんでもないこととんでもないことが起きるかもしれない。アクスタかったよ、嬉しい、ありがとうございますなんだって思いつかない、あれかな、私が今パッて浮かんだのは、キャベツを茹でるとうん、運命の人に会えるかも意味わかんない、わかんない、お羊座の人キャベツ茹でてください自分で言ってんのにどうぞ茹でてみてくださいああ、日本からキャベツ消えちゃう、お羊座の方はよ、お羊座の方はだから、魚座は魚を食べると魚を食べると
爪が伸びる。だから何だから何って感じ本当に。適当すぎてごめんなさい。だからあれなのよ、魚座の深爪しちゃった人で魚座の方は魚食べたら爪が伸びるからいいんじゃない。そう、爪割れちゃったとかあるじゃん、ちょっとね。そうそうそう、だから深爪とかそうしちゃった方はそうだね、噂以外の方は放置になっちゃうけど、まあまあそれはごめんなさい、ごめんなさいでいいですか。カニ座はそうだね、カニ座はそうだな、明日ポニーテールをすると年末にカニが食べれます。スイちゃんさんありがとうございます。年末まで待っとかないといけない。いいなカニ、いいね。食べたい、言うかも。メンズも、うん、メンズもあ、じゃあメンズはまあそっか、確かにね、難しい可能性もあるから、単発の方はね。じゃあメンズは、じゃあまつげとか上げてみたらどうかな。毛ガニ意識でやっぱその髪の毛とかまつげとか毛関連でいこう。毛ガニが食べれるよ。そう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 、なるほどねって、あれしてくれた、納得してくれた、嬉しい。ビューラーで、うん、ビューラーでぜひぜひ。100円ショップにはねありますね。酔っ払ってないよ私、お水しか飲んでないからね。面白すぎる、ありがとうございます。こんな占い師は嫌だね、本当に本当に困っちゃう。ヤギ座は、ヤギ座はね、そうだな、明日、あ、違う、今日の夜、カレーライスを食べると深夜だよ、体に悪いよ。食べると明日運動したくなる。当たり前だよってね、当たり前でもないけど、はい、今からカレーを食べると明日運動したくなります。ってことは痩せます。プラマイゼロかも、確かに。ある意味プラマイゼロ。当たり前体操だね、懐かしい、好きだったな。そう、ただの罪悪感、そうです、見抜かれてしまった、罪悪感から運動したくなっちゃうんです。こんばんは、こんばんは、よろしくお願いします。遅くなっちゃいました、ありがとうございます、来てくださって嬉しい。今ね、私が勝手に適当占いをしているところです。しまちゃんさん、あら、お久しぶりじゃない、あら、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。いや、カレーじゃないとダメ。
そうだね、ソロぼっち、ソロぼっちソロぼっちって言いたいだけ。適当すぎるよね。そう、私食べ物ばっかり出てくるよね。シチューはダメです。カレーでしょカレーでしょ林もダメ。カレーでしょ。スープカレーセーフ、セーフですね。こんばんは、こんばんは。じゃああと一個星座一番上に来たやつで決めてから。お、獅子座、獅子座は、獅子座の方はそうだね、今日の夜私のことを考えながら寝て、明日はあの私のメンバーカラーである赤色を全身に全身赤色コーデをすると、私が明日元気になるっていう。いい、よくない、この占い。ぜひ私を元気にさせて元気だけどね私のことがもっともっと好きになるかもしれない。ゲンさんありがとうございます。ランさんありがとうございますウオザの僕もぜひ、いいですよ、いいですよ。今日の夜私のことをいっぱい考えながら寝て、明日はあの赤コーデをしてみるといいでしょう。いいことが起きるでしょう。あ、また手だ、あ、ダメダメダメだ全身赤は言い過ぎたけど、赤を取り入れてみてください。ぜひぜひ。エリナマルさんありがとうございます。はい、ということでありがとうございました。村山優香による適当占いのコーナーでしたそう、全身赤コーデ、私も全身赤コーデはしたことないな。赤、赤ね、赤赤お願いします。赤ってさ、持ってる確率さ、好きな方はさ持ってるけどさ、普段赤ってあんま選ばないのかもね。結構元気な色じゃん、結構ね、目立つからね。私は赤選ぶけどね、好きだから。なかなかね、赤っていうのはね情熱の赤、プリキュアみたい、情熱の赤、赤だぜじゃあそろそろ終わりにしたいと思うので、男女読みをしていきたいと思います。13位の方からいきます。よいしょ。13位、ゆうかのブーツになりたいさん、なってくれるんですか。ありがとうございます。茶色のブーツでお願いします。じゃあ12、松本さんありがとうございます。11、達也さんありがとうございます。10位、彩香ちゃんありがとうございます。9位、源太郎さんありがとうございます。8位、ほいささんありがとうございます。なんだろう、ゆうかちゃんの点点点ってなってる、気になる。7位、ととまるくんありがとうございます。6位、しゅきぴーちゃんありがとうございます。5位、げんさんありがとうございます。4位、しゃぎょうまじょうさんありがとうございます。3位、しげちいさんありがとうございます。2位、ねっちくんありがとうございます。そして1位、るちくんありがとうございます。皆さんありがとうございましたそこは赤じゃないんだって赤じゃなかった、普段使いしやすい茶色にしました。ありがとうございました。皆さん今日も見ていただきありがとうございます。今日は木曜日ですね。皆さん、木曜日が過ごせましたか。リュウジさんありがとうございます。お久しぶりですね、お疲れをありがとうございます。あ、やばいやばいやばい、手だ、こう不意に手になっちゃう。よく寝れそう、よかった、ありがとうございました。初めましての方もたくさんコメントねしてくださって嬉しかったです。明日もね配信するので夜しようと思います。夜しようと思うので、ぜひね明日も見に来てくださると
嬉しいです。ぜひ赤のハートに変えていただけると、ハートの部分をしたら配信の通知も出てきますので、あとツイッターもしてるのでぜひ見てください。よろしくお願いします。それでは、じゃあちょっと今日普段こんなことしないけど、今日見てくださった方に嬉しいご報告、別にそんな大した話じゃないんだけど、きっと近々ゆみつきの写真が上がるかもです。ということで今日は見に来てくださってありがとうございました。また明日お会いしましょう。いい夢見てね。ありがとうございます。バイバーイありがとうございました。バイバイ。